ーの、ゆったり言わなかったり。さあ、始まりました。今夜も温泉銭湯トーク番組、ゆったり言わなかったり。この番組は温泉と銭湯が大大大好きな出演者による温泉と銭湯のトーク番組です。はい、毎回全国津々浦々の温泉や銭湯を日頃愛し見つめ続ける人の視点で再発見し、トークや企画コーナーで盛り上がりながら温泉銭湯の魅力をお届けいたします。放送はニコニコ生放送とフレッシュの同時生放送ですので、視聴者の方はコメントの書き込みじゃんじゃんお願いいたします。お願いします。またこちらはですね、中野にある中野 M スタジオからお届けしています。公開生放送ですので、お近くの方は、近くなくてもいいですよ今からでもぜひ遊びに来てください。それでは出演者の紹介です。まず、はい、私から、はい、女優で温泉ソムリエの MC 久米田彩です。よろしくお願いいたします。彩ちゃん、お願いします。どうも、綺麗、綺麗、綺麗、もっともっと消えてるよ、消えてる、消えてる、消えてる。はい、そして今回ね、第6回目となりました。今回も素敵なコメンテーターの皆様に来ていただいております。では、お名前お願いします。はい、はい、OFR48 から参りました、マミリンです、はい、よろしくお願いします。マミリン、マミリン、はい、おいおいおい、私にアイドル感が全然ないんで、次々に資格を送り込むことに、おー、上がれます、はい、よろしくお願いしますそして今日です、はい、すごい方来てるんです。この方です、どうぞ。はい、株式会社バスクイン、調香師の庄司博之です。よろしくお願いします。続きまして、急遽参加です。なりました。さっきお願いしました。はい、バスクリーン PR 石川でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう、バスクリーン。お世話になってます。ありがとうございます。はい、そして、はい、整体師コスプレタウレント住吉です。字が消えかかってる。だいぶ字が消えてるんですけど、よろしくお願いします。イケメンって来たよ、イケメンって。イケメンはバスクリーンかな、バスクリーンの皆さん。はい、バスクリーンの後藤真宏です。私も消えちゃってマロになってます。マロ、真宏さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、飲食トレンドリサーチャーの山口恵理子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そんなわけで今日もこのメンバーでお送りしたいと思います。ちゃん忘れてる。あら、いつもあやちゃんね、あやちゃん忘れてる。それが欲しかったね、はい、じゃあお願いします。はい、お笑い芸人、そして OFR48 の温泉ソムリエ島田です。よろしくお願いします。はい、お願いします。島田、はい、今日はですね、このメンバーでお届けしたいと思います、はい、そして、皆さんに私たちのことをもっとね、お名前だけじゃ誰なんだっていうことなんで、詳しく自己紹介をしていただきたいと思います。まずは私、改めまして温泉女優久米田彩です。よろしくお願いします。彩ちゃん、はい、普段はですね、温泉ソムリエとは別に、女優ですので、舞台、映画、テレビなど、やらせていただいております。舞台のよもみガールズ、ゆまみガールズの方では音声ブログを月1で更新しております。ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。はい、どうも、はい、日本一バスタオルが似合う女。ありがとうございます。めっちゃ見てました。すごい見てました。ありがとうございます。はい、そして今日新たな、はい、あ、そうですね、はい、新メンバーでございます。はい、はい、私、温泉県大分から参りました。はい、はい、OFR48 の温泉名人のマミリンです。温泉名人、そう、温泉名人、温泉名人っていうのが、はい、ただただ勝手に名人を名乗ってるだけじゃなくてですね、はい、はい、実は私、このスパポートという、はい、別府の88棟、はい、湯巡りを終えて、はい、88箇所、そうなんです、すごい、ね、全部入って、はい、すごい、一応別府の、そうなんです、ちゃんと観光協会から認定をいただいております。そんなタオルがあるんですね。そうなんですね、これ88棟回っていただけがもらえるタオルなんですね。で、さらにさらに、これでは飽き足りず、はい、なんとマミリンは九州の温泉も、これ JR 九州さんがやってる、はい、試作なんですけど、はい、九州の温泉も88箇所もあって、はい、これで温泉1000人まで上り詰めたという。すごい本物温泉名人。そうです、そうです、1000人です。はい、温泉好きなのでよろしくお願いします。お願いいたします。
温泉の煙食べてるんだよね。煙で生きてる。煙で生きてる。煙で声が出なくなっちゃって。はい、いろんなお話聞けそうですね。はい、ね、はい、そして続きまして今日の、はい、大ゲストでございます、はい、株式会社バスクイン調香師の庄司博之です。はい、はい、入浴剤の香りを作る仕事をしています。まあ、調香師というのは香りを作るのが仕事なんで、入浴剤の香り全般を一生懸命作ってます。すごい、聞きたいことがね、さらになりすぎて。そうですね、香りに関してはお答えできることは可能な限りお答えしようと思ってますんで、どうぞよろしくお願いします。楽しみ、楽しみ。私はですね、バスクリーン PR 広報の石川でございます。普段はですね、会社の中で広報とかということなので、リリースを書いたりとか、あと、まあ、取材を受けたりとか、まあ、若干マスコミにも出させていただいたりとかっていう感じで、まあ、専門はと運動生理学なんていうのもですね、専門でやってまして、お風呂に入るとどういうふうな状態になるかとか、あとスポーツにはどういうふうにいいかとか、まあ、マラソン走った後はちゃんとお風呂入った方がいいとか、まあ、いろんなことを、まあ、各地で講演もさせていただいたりとかしますので、まあ、今日もなんかいろんなお話があればですね、答えられることは答えますし、会社的に NG なものもあると思いますけどNG は NG として、はい、対応させていただきます。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。今日の番組に力強い、ね、ゲストの、はい、よろしくお願いします。はい、そしてはい、ちょっとスペシャルゲストの後に私なんですけども、すみきちかわいいって来てるから、そうそうそう、戦隊士コスプレタレントのすみきちです。毎度お世話になっております。今回ですね、ちょっと温泉付きっていうことでちょっと出演してるんですけど、で何の生態でなんで温泉って思われる方非常に多いと思うんで、ちょっと軽く言うと、生態で温泉の施設の中にマッサージとかあると思うんですよね、はいはい、そういうところにたまに行ったりもしてます。はい、ということで、はい、今回すみきち出演いたしました。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、女優の後藤真宙です。まあ、舞台やミュージカル、あと、まあ、映画映像関係もやってます。Facebook や楽天やとインスタいろいろやってますので、後藤真宙で検索してください。どうぞよろしくお願いします。エリコさん美少女すぎるって書いてある。お、ありがとうございます。そしてひろゆきさん天才ですって書いてます。すごい。このカメラなのかな、これは。あ、これ右のカメラで ですね、はい、失礼しました。はい、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。飲食トレンドリサーチャーの、山口エリコです。よろしくお願いします。はい、温泉街 の、 温泉グルメであるとか美味しいものっていうののリサーチも行っております。どうぞよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。そう、えりこさん今日は後ろなんですよね。初めての、あ、そうだ、初めての後ろなんですよ。そう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 。あとさ、ちょっとさりげなくこれ見えます？そう、フジテレビノンストップ解説担当になってます。おお、かっこいい。ノンストップ送ってくれました。ありがとうございます、ね、声かわいい、声かわいい、顔もダメ、嬉しい、美少女で声かわいい、もう最高だね。あ、クローズアップ、お、いいですね、いいですね。いっぱい喋ってもらおう今日。じゃあ恥ずかしいですね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。神様だらけ、神様だらけだ、神の集いや。はい、じゃあ神の邪魔します。はい、神の邪魔します。笑い芸人、そして OFR48 やってます。温泉ソムリエ島田です。よろしくお願いします。はい、私もずっと出させていただいてるんですが、歴史のある温泉をちょっと専門で調べておりまして、歴史上の人物がどの温泉に入ったかというのを今もずっとしつこく全国つつうらら調べておりますので、ぜひ情報ください。情報ください。逆に情報ください。ちょっとね、限界を感じ始めたんで情報ください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ね、どうしよう、エロいって、エロい、エロい、ダミツじゃないのって、ジャイノになってる。こんにちは、お腹の肉が断蜜、断蜜です。優しい、めっちゃ受けてる、超優しい。いつもポカーンな
のに今日優しいね。優しいね。ほらバスクリーンさんがいらっしゃるからちょっと温まってる。そうですね。なんか空気がいつもよりね。温かい感じがしますいつもね。いい香りもするような気がする。いい香りもしてる。大切なイベントだよ。ありがとうございます。こんなメンバーでね今日は、はい、お届けしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。進んじゃっていいのかな？ちょっと早いけど。はい。いいかな？はい。それではね、トークコーナーに参りたいと思います。イエイ！イエイ！待ってました。はい。ここからはですね、いくつかのテーマでトークをしていきたいと思います。はい。今日のお題は、お風呂で吸ったもんだ。吸ったもんだ。吸ったもんだ。宮沢りえちゃん、結婚おめでとう。おめでとう。おめでとう。何の感じ？吸ったもんだって言ったらもうそっかなと思って。全然わかんない。結構ある程度の年齢の人しかわかんないやつだった。キョトーンってなってた。キョトーンってなっちゃった。はい。はい。お風呂でね、今日はね。わかりますか？はい。方がいらっしゃっていらっしゃってました。吸ったもんだ。後でじっくり。後でじっくり。ここだけで盛り上がっちゃってごめんなさい。はい。はい。吸ったもんだありませんか？いっぱいありますよ。ありそうだね。はい。言っていいんで、私から言っていいんですか？先に言った方がいい。言いにくくなったりなんかしない？大丈夫？大丈夫ですか？全然わかんないんだけど。じゃあこの間、はい、この間私結構お風呂の中で寝ちゃうんですよ。おお。あんま良くないんですけど、うん、あのうちのお風呂すごい狭いのでワンルームのお風呂なので、はい、足が引っかかるから溺れないんですね。でどういうこと？ほらほら足が伸ばせないからどうやっても滑っていかないみたいな。うん、ああ、そっかそっか。で安心して寝ちゃうんですけど、うん、冬だと。寝ちゃったら 1,2 時間で水になるんですよお湯が。で、はって寒くて目が起きたら水になってるから1ミリも動けないんですよ寒くて。それどんだけ2時間2時間、はい、いやよかったね。でいや、まだ動けないんですけど、うん、動けなくて寒すぎて出れないから、うんうん、お湯足すんですよ、うん、で、温まったら温まったでちょっともうちょっと体を温めてからじゃ出れないってなるじゃないですか、うん、でまた寝ちゃうんですよ。またはって気が付いたら水になっててお湯で埋め直して一緒出れないで気が付いたらまた寝てっていうのを3回繰り返したんですよ。結局6時間大丈夫。すごい。そしたら何が起こったかって、はい、手がふやけすぎてでしょう、ね、グローブみたいになっちゃって、それ危ないやつ。いや本当に人の手ってこんなに影響するんだっていうぐらい、はい、あま、本当にグローブっていうか手袋みたいになってるんですよ。でこれが戻ったら人間の体って神秘だなと思って、それぐらい連携して。怖いよ。でもちゃんと半日で戻ったんですよ。人間の体ってすごくないですか？そんなシュレックみたいなことになるんですよ。いやだから一回やってみてくださいって言えないんですけど、ね、本当すごいんですよ。撮ってない、撮ってない。いや、あの間にひどすぎて撮れなかった。すごい風呂がそうなんじゃん。もうすごくって今は指紋とかもちゃんと再生してるんです。だから指紋がどうなるかなんですよ。指紋って線入ってるじゃないですか、うん、それがね深く刻まれていくんですよ。そこは膨らまないで皮膚が。だからなんか本当に五段バラみたいになるんです。親指とかすごい。だってあんな経験どころじゃないですよ。三段バラの下の方じゃないですよ。もう本当にあのスターウォーズ2に出てくるエピソード6に出てくる、あ、細かいな。わかんない。リアル情報が、情報がすげえ。でこれなんか寝ちゃったりしないですか？あ、寝ちゃうことはある。でもあーってないですか？あるけど、こうなるから、うわってなる。そうなるから、行くとして起きる。危ない危ない。ちょっと飲んで。前に行くんですね。前に行く。なるほど。そうね。私後ろですね、ガンって。あ、そうそう、私も。後ろになるって、バンってなります。あ、みんな寝ちゃう。寝ちゃう。なんかあの極度の寝不足だったらやばいですけど、ね、その時はでも湯船入らずに私シャワーだけですから。あ、いやいやいや、それがいい。だから一応蓋するんですよ。蓋して、うん、ここだけ出すんですよ。この自分の幅分だけ開けて、でこうやって手を置いてこうやって寝るから蓋の上に。あ、熟睡も。いや、それもう寝る気満々じゃん。完全にやばいやつ。湯桶に入ってくるじゃん。湯桶ね。湯桶だよ。危ない危ないからね。危ない危ない。気をつけて。結構大変だったっていう吸ったもんだね。はい。ね、もうすごい吸ったもんだですね。まさに。えりこさんはお風呂で前転するよ。うちの話覚えるんですよ。あった、ね、違う、あった。前でそういう話してたじゃん。おすすめ温泉の時にね。そうそうですね。お風呂で懐かしい。ちゃんと見てくれてね。しないけどみんな言ってたからね、そういう話。お風呂でね、前転するするよ。えりこさんなんか吸ったもんでいっぱいありそう、うん、言わないだけでしょ。そうだね、結構あるよ。何回もお風呂で
転んで命を落としそうになって危ないな。助けを呼びたくても、ね、全裸だし自分家だし、その万が一レスキュー来たらいろんなもの見られちゃうし呼べないし、でも頭打ってるしとかいろいろ。どうしてこけちゃったの、あなんかあれですね、石鹸つるんじゃないよね。いやまあそれですねそんなベタなこと、そんなベタな、そんなランマ2分の1みたいなあのちょっとあの頭こう洗ったシャンプーの泡がこう足元にあって、ああ滑りやすくはなるよね。で石鹸も下に置いとって、うん、置いてあって、でどんなお家やねそれって言って、そのお風呂の浴槽にゴンってぶつけてこう立てなくなってでもね一人暮らしだから誰にこうなんかそれをこう痛いって言うわけにはいけないし、ずっと無言で裸でこうよかったね、無事でよかった、打ちどころ悪かったらやばかった本当ですよね。まあアコとかやっちゃうと本当失神しますからね、うん、そう、お風呂は遊びじゃないんだよその通り、そりゃそうだ、お風呂が洗浄とか書いてますよ、うん、洗浄が違うよね、そう、頑張るよ、戦うよ、戦わないで、泉の方の洗浄ですよね私ね、あれ聞いてみたかったんですよ、あの、はい、お風呂に今、はい、防水の携帯みんな使ってたりしません、はい、今多いから、いや、ってるスマートフォンとか私はやらないです、ね、あ、本当ですか、いや、あれどこまでみんな持って入ってるのかなと思って、中まで行く勇気はないし、え、それ中ってどういうことですか、お湯と一緒に入る勇気はないし、それは しても大丈夫なの、いや、わからないんですよ、いくら防水でも、でもシャワーで洗ったりはします、毎日、はしないんですか、でもなんか綺麗ですね、そう、綺麗になる、相当綺麗じゃん、綺麗じゃないじゃないですか、そうそうそう言葉選ぶと、あれですよ、服じゃダメなんです、服でいいと思います、ね、例えば除菌のね、そうそうそう、ああいうので除菌のでとか、とかで、なるほど、あ、防火ですね、防火ですね、みんなやってると思ってた、さすが千人違うわ、さすがやよね、千人違うわ、万が一完全防水っていうわけでもないないから、そう、どこまでやってるのかな、なんか 5% でもあのデータが飛ぶ確率があるんだとしたら私はやらない、すごいよね、そんな絶対そうなんです、ちょっと、ね、データ取れないもんね、これから気をつけます、ねヒカキン YouTube でやってましたよね、あ、そうなんですか、じゃあもう iPhone の新しいやつ出るとヒカキンかなって、大丈夫でした、大丈夫でした、ただあのやめた方がいいですよって言ってましたけど、言ってましたけど、やってましたね、あ、そうなんですね、沈ませるんですかヒカキンさんは、ポンって入れる、入れるんだ、YouTube からさんも芸人みたいなもんですよ、そうですよ、体張りますからね、まあなんかちょっとしらけちゃったんででもあのなんかバスケのお二人、ねえ、庄司選手さんはなんかお風呂ですったもんだ事件とかないと、はい、お風呂、じゃ逆に言うと質問なんですけど、はい、お風呂掃除って1日何回やります？ね、1日何回？1日何回？そういうお風呂入る時にやります、お風呂入る時に、うん、あの研究所で、ね、香り作るんですよ、はい、でそうすると入浴剤を作って、はい、お風呂にこうたくさん並んでですね、8つぐらい並んでるところに入れるんですよ、で1個作って2個作って3個作って、はい、であと3回洗うんですよ、はい、あ、それを10回やるという、はい、会社で10回洗うんですよ、で家帰ってくるともううちの家族が入ってるん で、はい、で作ったやつが入りたいんですね自分で、あ、そう、それを入れるために申し訳ないって言って洗ってその時に虚しくなるんですよ、私は一体一日に何回洗うの、手を入れて入れて入るんですよ、10回ぐらい普通に洗う時が多分誰もやってないと思うんですよ、そうですね、ちょっと質問していいですか、はい、その多分今作りたてのバスクリーンを入れてると思うんですよ、お風呂で、はい、作りたてとそうじゃないのってなんかちょっと違ったりするんですか、香りとか、香りがね変な時があります、どっち、馴染んでないってことですか、あの製品が完成形なんですよ、はい、完全にこれいいやつが出てるんで、で作ってる時ってなんか作ろうってもう試作品がたくさん込んで、初め変な香りですぐ香りなくなっちゃうし、で2回目良くなって3回目ってやっていくってだんだん完成していくんですけど、そうすると毎日こう入れるんで毎日こう抜いて家で洗って夜一番最後に入るのが新しいお湯で入るのが、だから家でも仕事をやってるんですね、ちなみにあのお風呂の洗剤も結構香り付き多いじゃないですか今、はいはい、やっぱりなしのやつで洗うんですかちゃんと、いや一応香りのあるうちの製品も出てるんで、あ、それを、ね、お風呂洗剤でちゃんと足りないですね、で洗ってやるんですよ、あでもあの大丈夫です、うん、そこはもう逆に香り引き算するんですよ、かっこいい、かっこいい、香りの引き算出ましたよ、ね、
言葉は毎朝洗うのと、あとあのやっぱり試作品が来るんですね、回ってくるんですね。あ、回ってくるんです。で回ってきてやっぱりあの前に家族が入れてる時はやっぱ抜いて、うんうんうん、で洗ってお湯入れて、もう一回抜いて洗う、あるあるなんですね。でそれでまああの入れて、でまあ買いたくないとか香りは強いのとか弱いなとか、この色はちょっと合わないなとかっていうのを評価をして、でまた会社に持ってくっていう、それをやりますね。じゃあ皆さんご自宅で試されるというか、皆さんで、まあ、その研究所で開発中のものは試すし、それをまた持って帰ってやったりとか。いやもうお風呂がいっぱいこうね、試作品が回ってくるんで。じゃあお風呂はもう休まる場所っていうよりただの仕事ばっかりになっちゃってる。すごく虚しくなるんですよ、家でお風呂洗ってると。また洗ってるんだ、会社で10回ですもんね。奥さんは喜ぶよね、お風呂掃除ね、いつもしてくれてる。めっちゃ清潔なお風呂場ですよね。そんな感じで、未知なる世界を聞いたって感じですね。確かに。すごい。石川さん、なんか吸ったもんだありません？吸ったもんだ、吸ったもんだっていうか、あ、結構でもね、あのありますけどね、はい、あのやっぱりこうちょっと風邪ひそうな時ってやっぱり、うん、あのまあ、熱体温が上がってなければやっぱ上げようと思うんで、ある程度ぶーっとなんか入ってると、やっぱ体調悪いとその後クラッときたりとかね、うん、やっぱり結構ありますね、そういうのはね。あと、まあ、僕も一回あの寝たことありますけど、まあ、おっしゃってたように手とか真っ白になりますよね。そうそうそう、真っ白になる、ね、色がなくなっちゃうね、うん、まあ、それあの自分もあの一応いろんなことこの辺で寝ないようにしましょう、せよいいな自分で一回やることあるんで、あ、まさにやめた方がいいなとかって思いますよね、うん、それは結構ですね。ちなみにあの食べ物とかだったら食べてとか飲んでとかあるんですけど、はい、お風呂のその試すので何分ぐらい入るとかあるんですか？何分ぐらい入ってチェックみたいなとかあるんですか？チェックの時間ってあんまないですけど、基本的にやっぱりあの自分は毎日20分は浸かるようにしてるんですよ。うん、それちゃんと理由があって、はい、あのまあ、コンビニでも最初あのちょっと汗かいてますけど、あの冷え性だったんですよ。はい、ね、ちょっとあのサーモグラフィーとかあの人紹介するときに、こちらサーモグラフィーですってやった時に、あのパッと映すとこうブルー指先が、ね、映んなくて、なんとなくこうドラえもんの手のようにちょっとこう仕事、こういう仕事してきながら手で映んないとかっこ悪いなって思って、確かに、それでちゃんとこうお湯に浸かるようになって、2週間ぐらいするとなんとなくこう映るようになってますね。へー、ですごい。まああと2週間で、まあ、夜1ヶ月ぐらいやるとなんとなくちゃんと映るようになってきて、まあ、それからちゃんとやっぱ入らないとダメだなって、浸からないとダメだなってことで。なんだ、すごい。そう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 、はい、夏場も20分ぐらい使いますよ。お湯の温度が夏なんか暑いっていう人はお湯の温度もそもそも設定が高いんですよ。うん、ぬるい湯にして、ぬるいお湯にして、うん、ね、そうです、長いすれば、うん、夏とかはやっぱあのクール系のやつを入れたりするんですか？そう、クールバス、クールバス入れるというのもあるし、あのそれこそ普通のやつ入れたりとか、今日はこの香りがいいなとか、この色がいいなとかっていう時で選ぶものこともやっぱありますよね。ちょっとすごい初歩的なこと聞いていいですか？はい、私クールバスクリーンってなんかスッとするから逆に体冷やしてんじゃないかってちょっとずっと思ったんですけど、そんなことはない。運動ないですよ、だって氷入れてるわけじゃないんだから、うん、あ、そっか。こういうのが冷えるわけじゃないし、ただあのこう肌の中にこうトリプ細胞があって、その刺激を与えるところなんですね、うんうん、温感センサーみたいな、はい、でそれメントールとかがそういう刺激が出るとこうヒヤッという、はい、まあ、感じさせてるだけ、うん、で実際に血流上がるし体温も上がるし、あ、じゃあ別にあれなんだ、冬になんかいつも夏場に使い切れなくて、冬入る気しなくて、うん、いやでも冬やばいじゃん、冬やばい、でも別に入っても効能的には変わりないんですよ。そうそう、変わりないですよ、うん、体感だけなんですね。そうそうそう、あと視覚のもあるよね、きっとね。水量だと涼しいっていう。そうですね。あとはまああとあの重曹がやっぱ結構多く入ってるあの入浴剤があるんで、はい、まあ、そうするとやっぱりこうあの角質とかとって割とこうさっぱりするっていう、保温っていうよりもやっぱりさっぱりさせてるっていうことが多い。あ、そういうことか。入浴剤って一応ね、あの薬事的な問題があって立場がちゃんとあるんです。立場。はい、あの入浴の効果をより高めるものは入浴剤っていうことなので、まあ、お風呂の効果をより高めてくれるから入浴剤のその効能効果っていうのがあるってことなんですよ。でただあの、ね、その商品によって、違いがいろいろあるっていうこともあって、はい、なるほど、保温するとか、うん、はい、あの
血行良くするとかっていろんなやっぱりものによって違うんですよ。ただ単に温めるっていうだけではなくて、中にはその温めるっていうよりも保湿メインのものもあって、ね、ありますね。そうですね、確かに。それ一番いいのは使いこうしその高温の効果とかにちゃんとあの基本機能を知って使い分けるのが一番いいですね。ちなみにそうですね、はい、ちょっとコメント来てましてですね、はい、こんなこと聞くの失礼ですけど、はい、他社の製品とかも比較したりしますかっていう質問が来ます。比較はバッチリします。バッチリするというのでございます。競合他社品をあえて使って、はい、僕は香りなんで、うん、どんな香りがあるのかなっていうのをやるんで、うん、一応買ってきたやつを自分の入れる次の日とか、はい、あの合間を見て使って、あのあこれくらいなら勝てると、これは意外とすごくよくできてるなっていうのもあったり、はい、これは意外とすごいなっていうのもあったり、まあ、そういう評価しながら他社品を見てどんなの作ってるのかなっていうのと、あとあこれうちに似せてきたなとか、ね、あやってたら私こそ分かることですよね。もっともっとあのたくさん聞きたいんですけど、うんうん、まだ次のコーナーがあるので、はい、またゆっくり後ほど、はい、聞きたいと思います。はい、それではですね、次のコーナーに行ってみたいと思います。ここからは曲のコーナーです。まずは私のおすすめ温泉、聞きたい聞きたい。はい、この企画はですね、毎回やってますが、出演者の皆さんに自分のおすすめ温泉を紹介していただくコーナーです。一人の紹介時間は3分です。では早速始めたいと思います。はい、1、2、3。はい、はい、マミリンから。あ、マミリンからいいんですか。はい、スタート。はい、じゃあマミリンのおすすめ温泉はここです。はい、地元温泉県大分にある宝泉寺温泉郷の、はい、人を守る会にも入ってる福本屋旅館さんの壁湯っていう温泉なんですけど、はい、私もこれだけ温泉入ってるので、どこの温泉を紹介しようかなって悩み悩んで、ここにしたのはちゃんと理由があってですね、ありがとうございます。はい、理由があって、声いいねって。すいませんね、ちょっとね声がすいません。色っぽいですよ。ありがとうございます。はい、でこの温泉紹介しようと思ったのは、はい、この時期からぴったりで、はい、ホタルがなんと見れる。おー、温泉に入りながら、ホタルが乱舞するホタルミの湯っていうのがあるんですよ。はい、ホタルミの湯っていうそう温泉があって、はい、ちょうど今画像出てるんですけど、いやこのお宿さんに3カ所かお風呂があって、5カ所あって、5カ所あって、そうそう今出てる、はい、あの川沿いにあるお風呂がもうあれ本当川と同じ高さで、すごい、で壁湯はなんと、うん、あれ本当に自然の半洞窟、うん、しかも作られたもん、お湯もかけ流しじゃなくて、はい、あの床から浮いてる、あ床から湧いてる、はいはいはい、あの自噴してる、はい、湯口が、ね、下ってことですね。そうそう湯口が下で、はい、300年も前からもうお湯が湧いてるんですよ自然に。で本当に天然で温泉の温度も39度、あ、はい、あ結構冷たい、そうぬるめだから長く入れて、ね、あの湯疲れしない、はい、で単純泉 で、はい、でさらにもう夏になったらあの川沿いの温泉に入りながら、はい、なんとなんとホタルが乱舞するっていう自然のイルミネーション、でここそうさらにすごいのがあの壁湯でなんとボタンがねちょっと壁側についてるんですけど、それ壁があるから壁湯、そうそう壁湯なんです、壁があるから壁湯で、はい、あの壁湯であのボタンがついてるのをピンポンって押すと、はい、なんと旅館のおかみさんが、うん、お風呂に、はい、あのお酒持ってきてくれる、そうすごい、であの本当に、うん、あのお湯にお盆でちゃんとあの浮かせながら、まあ夢のやつだ、そう夢のやつあの夢をあのまさかの実現できるという素晴らしい温泉なんですよねここは。なのでもずっと下から湧いてるので、はい、温泉がまずもう新鮮、そうそうフレッシュなんで、竹の出し道で柔らかいのでおすすめなので、ぜひぜひ九重町にある、はい、マミリンと飲みましょう、ぜひ、はい、飲みましょう飲みましょう、でここ混浴なんでね、あ混浴じゃん、そう飲みながら入れて、飲みながら入れて、ここタオルは着、あ着以下です、 OK、 で湯あみ OK、 バスタオル OK なので、はい、レンタルもしてるけど宿泊のお客さんだけなので、はい、立ち寄りで行く方は、はい、バスタオルを持つか、は
あのおすすめなのはここに何て言うんですか、湯あみぎみたいなのと、うん、なんかここにゴムが入ってる、はい、あの着替える時に使ってたのさ、プールのやつ、ね、そうそうプールのやつ、あれ持ってぜひぜひ行ってください。おー、はい、以上お持ち上げでした。わかる、いいですね。これ石川さんちょっと頷いてましたけど行かれたことあるんですか。いやない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 けど、なんかの温度もいいなって、あと自噴泉って結構いいっすよね。そうなんですよ、自噴泉最高ですよ ね、 ありがたいんです。スジさんも行かれたことないですか。ぜひぜひ今度じゃ一緒に行ってみたい。はい、ありがとうございます。はい、続きましては、はい、庄司さんではお願いします。はい、ちょっと気になる、はい、プロが選ぶ、はいはい、じっくり聞きましょう。はい、私が、おすすめするのは長野県長野県、はい、野沢温泉ですね。温泉王国でございます、はい、長野県。これ野沢、はい、まあ、仕事で行ってなんかちょっと印象的だったんですけど、はい、いや野沢って言うとやっぱり野沢菜っていう。そうですね、美味しいですね。これ野沢菜が本当に入ってる。え、入ってるんですか。あそこが発祥の地で、はい、野沢菜がすごいでっかいんですよ。葉っぱがすごいでかくて、はい、それ見た時にちょっと衝撃を受けて、はい、野沢菜って大体切ってちっちゃくなってるんで、はい、そうなのかなと思って、葉っぱがねでかいんですよ。それがすごくて、はい、あとこのなんか、ね、公共の温泉、はい、要は外に誰でも入れるような温泉が13あって、はい、巡れるんですよね。そうなんですよ、はい、それで真下から、ね、湧いてるものが多くて、はい、暑いんですよ。暑かった。暑すぎてなんか、ね、あの僕らが仕事でいろんなお風呂を回って入るんですけど、なんか、ね、薄めてこう水でちょっと埋めたくなるんですね。さね、怒られたんです。怒られますね。お前ら薄めんじゃねえと言って、50度ぐらいですよ。でもね、本当に動けないですよね、中でね。そう、入ったらね、そう動けない。入ったら本当に動けないんですよ。はい、動けなくて出たいんだけど動けない、金縛りのような温泉で、それをこういろいろ入ると、はい、まあ、やっぱりあすごいなっていうのと、でこう香りを作るときにちょっと硫黄の香りがするんですけど、うんうんうん、温泉ってこう硫黄の香りだけじゃなくて、はい、このなんかね、野沢のやっぱりこうなんか、ね、水が流れてるんですね。あのよく言う上からちょっと坂になってる、うん、温泉地なんで、はい、もう水が、まあ、湧き出た水が流れてるんですね。そこがすごく綺麗 で、うん、であと下から湧いて、なんですかね、公共のなんですかね、あの洗い場みたいな、はい、よくあの洗濯するようなイメージで野菜とか洗ってるんですよ。はい、で、あそこ写真がありますね。なんかね、湯気が湧いて、あの立てて、なんかすごく昔のなんかすごくいいなっていう温泉 で、はい、でそれも良くて、で香りを作る時に硫黄の香りだけではね、やっぱ温泉って広がらないん で、でこの時はあの野沢菜の葉っぱのような香りと、で流れてくる水のような、もうこういう香りもあるんですね。そういうのを入れて、で、あとなんですかね、すごく空が綺麗だったんで、うん、夕日とかもすごく赤くなって綺麗で、そういう温泉なんで、そういう風景を切り取るような感じで香りを作るんですね。おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ、風景を切り取るして、そうです、そのような感じで香りを作るんで、すごくこの印象的で、公共でも、うん、要は暑くて出れなかったっていうのが一番印象的で、うん、はい、ちょっと辛かったですね。はい、神のコメントですね。ちょっと違う観点でお風呂に入っているっていうのが僕らの仕事です。すごい。全国どれくらい行かれるんですか。そうですね、この入浴剤で、お風呂の、温泉の入浴剤が30周年ぐらい、そうですね、ね、30年が経ってるんで、うん、何代にもわたって担当してるんですね。うん、私行ったのはそんなたくさんではないんですけども、製品にならない温泉も結構いっぱいあって、はい、うんうん、1日に10とか15とか温泉をどんどん回るんですね。はい、それを回ってると、通常なんですかね、バスタオルって持って入りますよね。はい、初めバスタオル持って入ってたんですよ。バスタオルがそのうちびちょびちょになってきて重たくなるんで、うんうん、最後は何ですかね、温泉でもらうタオルありますよね、はい、安いとか、温泉の名前が入ってる、はい、うん、あれだけで入るんですね。あ、入って絞って体を見てまたそれでやるっていう、だんだんタオルがいらなくなって、すごい人はタオルだけ持っていくっていう、うんうん、僕らはちょっとメモするのにこう紙持って、はい、メモしながら、うん、どういう温泉だで、温泉のこう香りを嗅ぐっていうか、ちょっとすくって飲まないんですけど、うん、香りをこうやって、あ、硫黄の香りだなとか、ちょっと木の香りがするなとか、はい、根をこう嗅きながら、であと風景はデジカメでこう写真撮って、うん、見ていくですね。で、後で香りをこう、はい、写真とかを見ながら作って、はい、で温泉の香りもちょっと足すみたいな、すごい、そういう作り方でこちらは、はい、
はい。あ、そうですね。はい、はい。説明を。はい、これも野沢温泉入ってる。入ってますね。はい、野沢温泉入ってますね。はい、まあ、16の温泉地、ね、うん、はい、あと、まあ、一応、こだわりがあって、必ずモデルになる源泉がある、はい、っていうことですね。それと、まあ、あと色と香りで温泉地をデフォルメしていくとか、まあ、ね、温泉地を表現していくっていうことをするっていうこと、はい、あとはまあ、温泉地さんと一緒に、はい、商品をこう作っていくっていうふうにしてるので、うん、ただ単に僕らが勝手に作ってるっていうだけではなくて、はい、地元の方々、そうですね、地元の方々にちゃんと試してもらったりとか、はい、あ、そうなんだ、すごい、そうなんですね、へえ、かなりロングランですよね、日本の、モデルになる原生に同じだけやっぱり成分を入れられないんですね、ニューヨーク税のレギュレーションがあるんで、はい、ただモデルになる源泉の配合比率っていう上位3成分の配合比率を合わせるっていうことをしてるんですよね。これじゃあもし見てて、この今日見て温泉地の方がうちも作ってほしいって言ったら、あ、ね、いっぱいあるじゃないですか、候補になったりするんですか、ね、そうですね、一応お話をしてからってことになると思いますけど、チャンスですよとか、ね、チャンスですよ、まあ、そういうお話をいただくこともある。昔は本当に我々行くと、はい、来るな来るなみたいな話でしたよ、なんか作れないんだからみたいな、いや、もともと違うっては言ってたんですけど、言って言ってもなかなか入れ言ってくれなかったりとか、今は日帰り温泉っていうのがあるんで、あっちこっちこう何個も入れちゃうんです ね、 そうですね、1回行くと本当に2泊3日で30個ぐらい平気でね、入る、一緒ですね、入りますよね、昔は止まらないと入れない、基本的には、そうです、そうすると交渉して入らせてくださいみたいな、そうすると中には掃除してる時だったらいいよとかっていうのを入れてくれたりとかっていう、あとはもう本当に花から断られちゃうところとか、でも結構大変だったんですね、それはそれで、すごい、あとはその日本の名刀の登別カルルスから白濁する入浴剤が出た、王様、王様、これまではみんな温泉入浴剤って言っても透明だったんですけど、うん、これから白くこう安定的に濁る入浴剤ができたっていうことなんですね、白浜温泉っぽい感じ、そうですね、おさんばかやってきた、やってきた、やってきた、年代バレちゃうね、見ててやつね、ね、CM もね、インパクトな、ね、うん、そうですね、数々の CM ありますからね、そうですね、あれが初めてだったんだ、白いよ、ね、そうですね、知らなかった、結構大変でしたね、すげーカルルス、カルルス、カルルス、ありがとうございます、はい、ではまた後ほどね、はい、ございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、こういう、こういうです、野沢さん、こういうが野沢さん、はい、次はすみきちゃん、あ、私、あ、私だね、はい、すみきちです、今回ちょっと私画像を送信するのを忘れてしまいました、やらかしたな、やらかしたな、してしまいました、あれバスタオルじゃないの今日は、バスタオルじゃないですよ今日は そっちのミスはなかったんですけどこっちのミスがあります、はい、はい、今回ですねちょっとご紹介しようかなと思ったのが、はい、美肌の湯嬉野温泉大正屋のお風呂でございます、はい、佐賀県、佐賀県、はい、佐賀県、佐賀県ですね、何度か行ってるんですよ、実はお仕事で行ってるんですけど、中でもちょっと今回ここをチョイスしてみました、この高温ですね、高温なんですけど無色透明のナトリウムごめんなさい写真ないの忘れてた、ナトリウムを多く含む国でもですね稀な温室なんですよ、泉質だ間違えた、はい、隔離した肌に潤いを与えて入浴後にはスルスルスベスベになる温泉でございます、うん、なんと飲用もできます、飲用することもできまして、シュワシュワしました、飲んで感じました、飲んで、うん、ちょっとあれですやっぱ温泉のなんかシュワシュワ感、シュワシュワ、まあそこまでさめっちゃ早く、めっちゃすごいグイグイいきますね、めっちゃグイグイいくなんか、はい、どうなのどうなのって思って、はい、そんな感じでございまして、はい、胃腸や肝臓などを活性化する効果があるということで、ぜひですねちょっと医療関係、胃腸が悪いなとか思ったらね、そうですね、胃腸が
そうですね、肝臓異常みたいな、腎臓やら、なんやらあれさ、怖いよなんで私怖くないよ私のバズでございますので女子温泉多いですもんね、この水濡れのね、私もすごい柔らかい優しい入ってますよね、はい、そのバスクリンちゃんに。あ、入ってました。広島さん、はい、そうなんだ。ぜひですね、それ、あ、ちょっとそれは多分飲んじゃまずいかもしれない。飲んじゃダメですよ。ないじゃん。ないじゃん。あれ、入ってきましたのに。いつかのに入ってました。いつかのに入ってましたよね、中にね。はい。これじゃない。日本の弁当出てきた。すいません。はい、こちらですね。はい。入ってんのかな、入ってなかったのかな。こっちにはなかった。違うセット。違うセットでした。はい、失礼いたしました。ということでですね、あの温泉自体は非常に多くあります、四季の湯と、滝の湯というのがメインになるんですけども、うん、その他ですね、あのちょっと私これ残念ながら入れてないんですけど、うん、シーバの湯というものもございまして、4つの温泉巡りっていうものがありまして、うん、山の湯っていうのもあります。たくさんありまして、それぞれですね、温室とか効能なども変わってきております。源泉なんですけど85度から95度ありまして、かなり暑いので、あの人体で、あの暑くない温度に調整はしてあるんですけど、効能は本当にすごいです。打ち身くじきなどですね、冷え性はもちろんのことあるんで、来てくださいということでよろしくお願いします。はい、はい、はい、私はあの湯豆腐がいいですよね。わかります。湯豆腐がね、有名なんですね。お茶もしいです。温泉のお湯で湯豆腐を、そのお湯がとろっと溶けて、はい、すごく美味しいんですよ。それでお鍋をしたりとかですね。いやいや、でももう冬は終わりから鍋じゃないかもしれない。あんな嬉しい。はい、じゃあぜひ皆さん行って、あのお豆腐も食べてみてください。食べる。では次お願いします。はい。私が紹介するの温泉は、あの金沢にある、はい、あの辰の口温泉の松、うん、旅館の松崎さん。こちら新館、本館と新館とあるんですけど、今日は新館の方の方をご紹介させていただきます。でこちらの江戸の店舗7年に創業して、あの、まあ、1400年の歴史のある、あの、まあ、温泉というかお風呂なんですけど、あの小説で、あの海の鳴る時っていう舞台になったの、京香さん、泉京香さんのゆかりの温泉になります。あの肌に優しい美人の湯ですね、うん、でそれで美人の湯として親しまれています。で泉質としては弱アルカリ性ナトリウム硫酸泉になります。で糖尿病とか肥満症、あと冷え性無人病などに効果がある温泉です。今3つ出てるんですけれど、上のがこれはヒノキ風呂ですね。完全ヒノキ の、 あの展望露天風呂と、あとその下が岩風呂になります。2つ、こちら男女入れ替えで、うん、あの朝と夜2つのお風呂を楽しんでいただきます。これは方の方なんですけど、本館に泊まってる方もこちらの両方楽しんでいただき、うん、あとこちら内風呂になります。綺麗ですね。で源泉かけ流しなんですけど、こちら 36.5 って通常より低いんですよ。うん、で、やっぱちょっと、まあ、寒いなっていう感じなんですけど、隣の内湯の、まあ、40度 の、 のお風呂をこう交互に入っていただくとは、まあ効果がある。やっぱ交互湯をおすすめしている。ちょっと軽い蓮音浴みたいな感じ。そうですね。でいいですね、温まりますよね、体がね、入ったり出たりという感じですね。でここはすごくお庭も広くて、はい、あの季節の、まあ、お花を楽しんでいただけるんですけど、いいね、冬はあのいろんな、まあ、鳥ってすごい叫が応援して急に流れちゃったの季節ごとのさまざまな野鳥が訪れて、うん、ちょうど今の季節だと、あの屋内に白鷺が巣を作るので、そうなんだあの場合によってはそう白鷺が 見、まあ、見える、見られるかもしれないという感じですね。白鷺ね、いいの、そうね、黙ってますね。白鷺って見てるとすごい綺麗だと、ビビタリ動かないですよね雪深い、今はすごくあの雪深い金沢の町なんですけど、でも温まる
いいお風呂だと思います。はい、お食事も美味しそう。お食事もいいですね。お風呂の雰囲気見ると雰囲気見るとね。ぜひぜひおすすめです。神奈川です。30分か40分ですね。車ですぐ今回金沢から。はい、はい、ありがとうございます。はい、それではえりこさん行ってみましょう。はい、えりこさんのイヤリングおしゃれって言ってます。ありがとうございます。バチバチ。はい、それではですね、はい、山口えりこおすすめの温泉はこちらですね。栃木県、はい、奥鬼怒えりちゃん逆奥ぬきになっちゃう。奥鬼怒川又温泉。おこうに、はい、平家平温泉駒弓の佐藤さんです、はい、お風呂の女神山口えりこさん、女神漢字を間違えてね、ちょっとねごちゃごちゃになってますけど、奥鬼怒ですね。鬼怒川の奥にこう山の方に入ってた鬼怒川駅からバスで90分ぐらい山に登っていたところにある温泉郷でございます。はい、はい、でこちらちょっとね皆様に今お伝えしたんですが、平家平温泉と書いてございまして、平家平と言いますとあれです、あの壇ノ浦の戦いでですね敗れた、うたちゃん、はい、そうなんですよ、歴史といえば全然したのしましたよ。はい、で、はい、あの平家壇ノ浦の戦いで敗れた平家がですね移り住んだと言われている場所でございます。え、この写真の入ってるのはえりこさん？これはね、え、女性入ってます？入ってる、入ってる。これはね、あのいただき物でございます。ネットからのいただき物でございますので、はい、あの。セクシーですの。あの今ちょっとお伝えいただいたようにですね、あの女性の露天風呂と混浴の露天風呂と露天が2つございます。で露天風呂からはですね、あの渓谷が鬼怒川渓谷をこう見下ろしながら温泉に入ることができるだだだだだ、なんか色っぽいのがこれ、ね、ちょっと頭の中でこうアイコラしながら、みあのあやさんとかのねアイコラしていただくと、アイコラ言わないそうだ、言葉すげ替えて見ていただくと楽しいかなと思ってちょっと選んでみました。で、あの露天風呂にはですね、あの直径1メートルのトチの木をくり抜いて作った一人用のあのなんつうの、あの丸太風呂丸太風呂はい、丸太風呂がそれぞれその混浴の露天、女性の露天に3つずつ置いてあるということ、はい、これそうありますので、その丸太風呂も楽しめるかなと思います。ちなみになんですけれども、混浴はですね、あのタオル禁止と書いてございましたので、来た、ということはいろいろあれなんですけど、ちょっと行けばよかったかなとかいろいろ思ったんですけど、結局行ってはいないんですけれどもね。ちょっとどうなんですか、タオルダメっていうのは、はい、そういうことなんですか。そういうことでしょうね。そういうことですね。男性も来るのにそれが婚約、それがそういうことでしょうね。なるほどな、ちょっと行ってみてはいかがでしょうか、はい、以上でございます。どうもありがとうございました。はい、レイコさんと行きたいので、行きたい、婚約タオルなしで電話していいの。昭和はい、そこで日本酒飲みて、あ、飲みたい、はい、ありがとうございます。はい、では次うたちゃんお願いします。はい、はい、私のおすすめ温泉はこちらです。はい、島根県の湯の津温泉、これすごいですね、温泉津温泉って書いて湯の津っていう、読めない、元湯です。あのご存知ですか、これどこにあるか。どこにあるの。え、島根じゃないの。これ実は世界遺産の中にある温泉なんですよ。あの島根県の世界遺産といえば石見銀山。あ、はい、で石見銀山って石見銀山だけじゃなくて、はい、石見銀山と文化的景観かなっていう名前で、他の周りの町も一緒に世界遺産になってるんですけども、その中に含まれています。で今写真出ましたが、あの2つお風呂があるんですけど、元湯と薬師湯というのがあって、こっち元湯の方なんですけども、はい、両方1300年500年ぐらいの元南北朝ぐらいからの歴史がありまして、はい、見てください、この分かりますちょっとね、下に出てる右下のちょ写真がね、ちょっと
わかりますか、すごいついてるのわかります、すごい分かる、もう古すぎて成分でも足場がすごいことになってるんですね。でこれ源泉が実は2種類温度が違うものがあって、まあ、40度、42度ぐらいのものと、あと45度前後の浴槽が2つあるんですよ。なのでこれもめちゃくちゃ暑いんですね。私行った時なんか50度ぐらいある気がしたんですけど、そのまま湧いてるの でそのままなので、すごい高い日は48度とかあると思います。低い日は46度とか、入れない入れない、だからもう入れなさすぎて、で地元の人がやっぱりいらっしゃるんですよここ、はい、地元の人に爆笑されました。え、埋めちゃダメ、ダメで、てか埋めるものないです。あ、埋めるものがない、ないです。で低い方はやっぱ40度前後なので、まだ42度とか、ね、本当そんな感じで、そう、でもすぐ足真っ赤になるんですよ。で常連さんに話聞いても、やっぱ温度が高い方は、はい、あの私なんか2年かかったわよみたいな入るようになる、まだまだねみたいな、まだまだね、一元さんがそんな入らないみたいな。で一応食塩泉かな、お塩のちょっと、そうですね、こういうこのね形になるってことだって、はい、なんかね、そうなんですよ。で一応ですね、ここ立ち売り湯なんで銭湯みたいな感じなんですけど、あの宿泊施設が別にあるんですね。でもう一個、あの近くに薬師湯っていう2つこの湯の津にあるんですけど、薬師湯の方はちょっと綺麗になってて最近、はい、でも同じように古い浴槽はこんな感じなんですけど、そこはちょっと泉質がまた違うんですけど、なのでぜひこの世界遺産で入る温泉って他にはなかなかないです。すごいね、で岩見銀山からバスでちょっとあの砂時計ミュージアムっていうのがある町の方に一回バスを行っていただいて、そこから駅で電車で何駅か行ったところに湯の津っていう駅がありますので、そこから歩いて10分ぐらいです。ぜひ島根観光の際に出雲大社、岩見銀山とともに行ってみてください。はい、ぴったり、すごい、皆さんすごいね、行きたい、行きたい、すごいよ、見つめるだけなら、はい。では私、はい、あらちゃん待ってました、はい、出ました。私今回はですね、はい、長野県、お、長野、はい、これ書き間違えました。温泉が天竜峡温泉で、お宿の名前が静かな渓谷の隠れ宿峡泉さんです。はい、逆、はい、逆、峡泉さんって、はい、それこそ本当渓谷のあれなんですね。そうなんです、渓谷沿いにあって、うん、ね、天竜川が流れていて、はい、その渓谷沿いに立ってるお宿さんなんですね。なのでこのお宿の名前の通り本当に静かです。あ、綺麗ですね。はい、はい、今の時期温泉街みたいなのはないんですけど、はい、本当にだから温泉を楽しんで、このじっくり時間を、はい、あの温泉に費やして、そういう時間をあの楽しみたい方におすすめなんですね。はい、それであのお部屋が渓谷沿いなので、ああいう川、天竜川が眺められて、まあ、四季折々の、まあ、風景が窓から見られると。お部屋も3つ、あの緑の中のお部屋、渓谷沿いのお部屋ともう一つあったんですけど、もうそれぞれ あの風景が見られます。今行くと、ああいう桜のね、綺麗な眺めて、いいそうですね、今の時期花火風呂やればね、はい、そうね、ただ ね、 いいね、これそうなんですよ、ただねこれ一つだけご注意を、これぜひこのね風景を見に行きたいと思って、明日行こうとか今月中に行くよって思った方、ごめんなさい、リニューアルオープンを4月いっぱい、工事中なので、4月からぜひお楽しみくださいということなんで、中もちょっと遅いからちょうどいいかもしれない。そうですね、はい、で、お湯は、ここラドンを含む、あ、いいですね、はい、単純アルカリ性温泉ということで、はい、いらっしゃいませはい、でここはね、あの露天風呂はないんです、中だけなんですけれども、ラドン温泉ってこう呼吸をすることで、うん、こう吸って体に吸収させて、こう万病にいいってね、ラドン温泉は言われてますよね、はい、だからある意味でも、ちょっと楽しみなんですよ、うんうん、また行きたいの、どういう風に変わってるのかなっていうのと、はい、そうなんですよ。でそのそうラドンの
希少ですよね、ラド温泉もね。長野県もたくさんあの温泉ありますけど、ここはあの場所的には南信州ですね。あの愛知県とかあっち寄りかな、はい、はい。で、まあ、緑深いのであるかあのイオン森林浴イオンでいただいマイナスイオンたっぷり吸っていただいて、はい、終わっちゃったね中途半端に終わっちゃったねお食事もお食事懐石料理なんですよ、懐石料理だからじっくりお宿を一日中こう楽しんでいただきたいお宿です。はい、長野県は、天竜峡温泉でした。イエイ、はい、行ってください。はい、それではですね、はい、はい、ここから初の企画コーナーで、はい、企画コーナーなんですけれども、はい、いつもとはちょっと変わった企画コーナーをやりたいと思います。なんだなんだ、はい、次のコーナーは家風呂ビンゴ、ビンゴ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 説明をしたいと思います、はい、皆さんにはビンゴはもちろんねビンゴですからビンゴをしていただきますが、はい、今日はバスクリーンのお二人に来てくださってますので、はいはいはい、お家のお風呂についてのビンゴをしていただきます。お風呂ビンゴ、はい、そうなんですよ。ちょっと私もね初めてのことなので説明しながらよく意味が分かってないっていうはい、まずね紙をあのいただきまして順番にこう言ってきます、はい、当てはまるものがありましたらそこに丸を押していただいて、はい、最終的にビンゴの多い人が、うん、大の家風呂好きとさせていただきます。なるほど、7枚しかない、7枚しかない、1,2,3,4,5,6,7、 あ、じゃあ私やらなくていいってことかな、うんうんはい、ではあのとりあえず紙をくださいまし、くださいまし、はい、くださいまし。あやさんやっぱ秘湯ロマンだからお家はね、はい、そうですね。でもある意味あやさん家の家風呂って秘湯ですよね。あ、そう、誰も行けないから来る？めっちゃいいの？やったー、みんなで行く。裏ツアーで行きます。裏ツアーで行こうか。じゃあちょっと待ってくださいね、これ赤いペンで丸をしてください。あやさん家で赤いペン、赤いペン、あやさん家で、あやさん家で生放送なんかすごいちょっと嘘だけど誰かお風呂入ったの？あのね、そんなにねお風呂の中人入れないよね。あるあるある、お風呂の中で入ってる。ある、はい、私大丈夫だ。お風呂ってこれってシャワーも含むんですか？あやさんそれちょっとシャワーも含むんですかねっていう。あ、いくら面白いな。はい、じゃあ私ちょっとマミーさんの見ながらいいですか？なんかとんでもないのあるけど大丈夫これ、はい、ね、見せながら、見せながら、とんでもないのあるけど大丈夫、見えないこれを見せながら、うん、じゃあこういいですか、はい、一緒に、はい、つくかも。はい、まず一番、あ、ペン欲しい、これ出なかった、ペン欲しい、ペン欲しい、はい、はい、いきますよ、はい、これはこう見せない方がいいですね。はい、じゃあ一つ目、あ、フリー、まずフリーにみんな丸つけてくださいね。はい、フリー、はい、ここからスタートします。フリー、はい、はい、まず一問って言っていいのかなこれ。はい、お風呂には毎日入る。これどっち？湯船に。これそうだね、湯船に毎日入るか、そういうことだね。シャワーの日もあるなという方は、湯船だな。両方。あ、シャワーも OK。 あ、じゃあ、じゃあでもさ、これはね、正直に言ったらこいつ汚いとか思われないで。あ、思いますね。毎日入らなくても汚くないよ。コメントが、ね、毎日入らなくても汚くないよね。え、汚くはないと思うよ。です、はい、入るだけ日本人はあれなんで。そうよね。あ、そっか。はい、これ人生で一回もサボったことないとかそんな厳しくはない？ない、ない。基本毎日入るけどみたいな。そうね。ね、なんか大丈夫みんな、なんか今日ねえ、大丈夫、私自信ないこれ大丈夫。いや、オールして入れなかったとかそういうのは置いといて、うん、基本基本ね、基本、はいはい、基本わかりました。はい、では次、泡風呂をしたことがある。これ家で、家で、家ですね、これ家で、家で、家じゃないところでどうやってやるの？あ、なんかやだやだやだ、真弘さんやだやだやだ、実家とか、家で、実家とかで、あの花びらみたいなやつ浮かせてね、バタバタ、シャワーを、仕事のアゴロはグラビア撮影、はい、じゃあ次いっちゃいますよ、はい、熱い方が、お風呂のお湯の温度だね、熱い方が好きだ。これ悩みますね。そうね、バスクリーン的に熱いって何度なんですか？暑いって言うと42度以上、基本的に41度からが暑いって言うけど、41度入る人多いんで、うん、で42から暑いねって言うんで、じゃあ42度以上、はい、悩みますねこれ。うん、悩む。場所によって
違いますもん、長湯したいからな、うん、私は。そうなんですよ、私もそうだ、ね、うちのお風呂が冷めやすすぎて35度設定だから、ちょっと冷めるとね、今って何なのか分かんない、冷静もいいし、表示は45度とかになってる、うん、40度ぐらい。一番違うのこれ。あ、でも違うのこれ。これ悩むな。違うよ、バツな。あ、そうか。これ忖度もあるからな。忖度しないとな。そう、三角したのが結構。そうね。じゃあ次。ヘチマがある。ヘビですか。実家ヘビ？ヘチマ？ヘビ？あれ？ヘチマでしょ？ヘチマ知らない？ヘビ？完成した。もう輪切りした。あのボディウォッシュこう洗うための。年が違うんじゃん。知らないんじゃない、ヘチマ自体を。でも売ってるよ、売ってる、乾燥ヘチマ売ってる、売ってるよね、ハンズとかで。乾燥ヘチマって何だっけ、なんか小学校の時とかむしろ作った記憶、作ったヘチマを乾燥させる、育ててた。ヘチマのよく緑のカーテン、何言ってんだみたいな、夏に育てるやつね、グリーンカーテン、グリーンカーテンね、ダメだ、わかんない。あ、はい、どうぞ。はい、ヘチマないな。はい、入浴剤にこだわる。これ難しい。こだわり難しいですね。こだわり。これもやっぱ忖度しといた方がいいですよね。こだわり的、そう。バスクリーンにこだわるみたいな。そういうことか。バスクリーン。これ好きだな。こだわりついて、あ、お二人ついてなかったらすごい面白いです。こだわってないみたいな。どうしたみたいな。いや、仕事なんでみたいな。ジェネレーションギャップ。はい。じゃあ次、こっちから行こうかな。石鹸が置いてある。こっちね。ない人もいますもんね。そうですよね。ボディソープ。そう、石鹸かボディソープ派か的なことですね。はい、次。どういうこと？手で大体何度か分かる。ああ。これ正解の温度計持ってないから分かる。昔はでもプカプカ浮くやつあるでしょ。イルカとか。あるある。あれ持ってないな、それ。あります、ないな。だから自分が入りたい温度は大体何度か、これだから、あの入れるときに大体何度ぐらいで、そうだね、実際何度に完成して、そうだ、出来上がりが分かんない。外行ったときにこうお風呂入る前にこう触ってみて、あ、これぐらいかなみたいな。44度超えたぐらいはもう分かんないですけどね。暑くて、着てるよもう。はい、えりこさんは全部丸でしょ。なんで全部丸だよ。毎日全天で丸した。暑い方が好きではないし、ヘチマはないし、じゃあ丸ヘチマない、全部じゃないみたいですよ。実家にはヘチマあります。あります。あ、実家はありですか。あんの、え、いや、おうち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 、一応実家ならある。はい、行きます。え、これどういうこと、これ洗濯したことがあるってどういうこと。残り湯で、残り湯で、あー、風呂場でたまにない洗濯したい。あー、でもほら女子はこれ絶対してるでしょ。うん、あるありますよね。ある。何やかいますよね。何やかい。下洗いみたいな。なんかちょっと。なんか呼ばれた時とか。ああ。そうかそうか。え、呼ばれなくても毎日。洗濯機かけるまでもないやつを。ああ。あ、いや、洗う前に。洗う。洗う。汚して。ああ。汚しちゃったりなんかして。そうそう。すぐ洗わないとね。洗った時は。帰った時に洗おうっつって。なるほど。ざわざわして。ざわざわしたけど。はい。では浴槽前から。それはそうだって言いたくなるけど、どうでしょう。はい。はい。これはなんか残っちゃうからね、ザラザラとか。はい。そうね。はい。次、30分以上入る。難しいな。これは何？ごめんなさい。湯船に使って30分以上ってこと？お風呂の中に。の中に、入ってから30分、頭洗ったり、体洗ったり、本読んだりとかする人は。辛さの秒数もありますから。そうね。三角、すごい三角したい。三角もいいじゃない？三角はだってビンゴにビンって切るじゃん。まいっか。はい、次。思わず立ってしまう。あ、これ？これね。思わずみんな何ないよね。ガチで歌本持ち込んだりセリフとか言わない。歌うからね、歌う人だから。アイドル歌う人だから。セリフとか言いますね。セリフは言いますね。ブツ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 。いい時間ですね。歌えるのはね、うっかりしますよね。つい声でかくなっちゃう。セリフでもいいのかしら。いいと思う。はい、次。鏡に曇り止めをしている。これね、できるの。これ曇り止め聞くやつあったら教えてください。自然とかあるけどあんまり効かなくないですか。そうなんですよ。だから私は曇ったらシャンプーとか石鹸で
鏡をこうやってるとその時だけは綺麗に見えるから、うん、あそこなんかありそう、ありそうですよ、ね、あ、なんかあります？曇り止め製品に出して、はい、製品では出てない、出てない漏らせない、なんか漏らせない、なんか最近のガラス結構ついて漏らないように、あ、なるほどね、鏡の問題か鏡の問題、最近はやっぱあのカルシウムをね、はい、あのつかないようにバーッとあの落とせるようなのがいっぱい売ってますよね、うん、もう敵カズヤとかっていうやってるやつ、ああいうものとかやってます、じゃあそういうのちょっと研究して、そうですね、研究法で行きましょう、はい、激落ちくん、そして次は、あ、猫足バスタブに憧れる、何猫足バスタブしてる、男性陣が笑ってらっしゃる、マナ的なね、はい、なんかあんなクニャンってやつです、はい、こういう、これすごい憧れるけど、はい、なんか大人になったら洗うの大変そうです、ね、あの外国にあるやつね、ああ、これ多分これですね、そうそう、ないないない、超憧れる、わかる、あれね、追い焚き機能あればいいけどね、あれそう、うん、その通りです、ね、追い焚きがあればあれずっとジャバジャバしなきゃいけない、ね、そうね、寒ってなんだ、ちょっとでもおしゃれな猫バス、猫バス、猫バスではない、猫足バス変わっちゃう、猫バスちょっと入ってみたいけど、ね、あれ露天だったら最高じゃない、最高ですね、景色どんどん変わってちょっと溢れそうだけど、ちょっとアフンってなんかちょっとぶっ飛んでじゃあ次行きます、あ、そうだ、これね、追い焚きができる、今の話をしてた、はい、追い焚きができる、追い焚き大事、追い焚きできない、すごいな、水道代無駄にしてると思う、ちっちゃい丸なの、ちっちゃい丸あるけど使ったことない、昔そうだった、では、お、津村の前の名前を知っている、前なの、津村の前って会社の名前、前の創業当時、創業当時ってことですか、長い名前の時がカタカナじゃない、あー、そういうことか、あー、はい、わかりました、わかりました、なんちゃらなんちゃら、分かったけど、でも正式名称言えるかな、あ、家風呂って、それも含めるね、あれ、ある日突然改名しますってあ、そうよ、やっぱりそうよ、なんちゃらなんちゃら研究室、あ、そうだ、でもふわっとだね、ふわっとだね、感じだな、感じ、書いてったら書けないな、ちょっと書いてみよう、違うかもしれない、なんか、家も書いてある、つむら、読めない、天道見えない、あ、任天堂って、ごめんなさい、任天堂って、コンピューター字がいろいろ混ざっちゃう、なるほど、カルタ作ってないから、え、津村順天堂さん、津村恵理子すごい、え、ちなみにこれってなんか意味があったんですか、名前を変える、あ、あの津村順天堂から津村に、まあ CI ですよね、当時いろいろこう流行って、で、まあ、ちょうど自分が入った時ぐらいですね、ええ、変わったね、変わったね、試合順天堂の大学とは関係ない、関係ないですね、そこは、うん、そうそう、そこは関係ない、なんか、うん、あの順天堂っていうのはなんか中国の方でなんか結構いい意味があるらしくて、ちょっと僕そこまで詳しく知らないですけど、でもそうですね、でもね、津村っていうのはもう知らない人はいないですかね、日本人でね、はい、それでは次、黒い巣がある、どっち、鼻血、あ、鼻血、ごめんね、鼻血を出したことがある、お風呂場で、お風呂場でこれ血流良くなるとってことかな、そうです、あ、私人生で一回も鼻血出したことない、本当に、これでも私一回サウナの後にあるな、あ、鼻血出やすいんだけど、転んでたら血管が広がって、しかも頭の血止まらない、あ、危ないですね、もう本当にやばいですね、鼻血ね、うん、やばいこさん転んで、そう、転んで、いやいや、そうそうそう、止まらない、止まらない、気をつけないで、これはね、なんならさっきのあれで鼻血出ましたからね、えいこさん転んで鼻血出そうです、そこが真っ裸だ、鼻血みたいな気をつけて、気をつけて気をつけて、はい、次、はい、テレビかラジオがある、あ、お風呂場に備え付けのってこと、いや、じゃなくてもいいんじゃない、あの中に持ってうちすごいのありますよ、プラネタリウム、あー、お風呂場用のあるんです、あれって私前買ってみたんですけど
全然、私買ったものが立ち方だから全然映らなかったの、ピントがね、何あれ、うん、明るすぎるんじゃないですか、部屋じゃ真っ暗、真っ暗にして、お部屋じゃなくてお風呂ね、ピントが、いや、まあ、もちろんそうなんですけど、なんかぼやーってなっちゃう、ふわーっていうのをこう想像してるわけですよ、わかりますわかります、つけたら、うん、うん、っていうこれプラ、うんっていういろんなのがあるから、はい、ちょっとね、ブレブレってなっちゃうね、そうそう、ごめんなさい、余談ですね、はい、サイトリウムは丸ダメ、大丈夫、書いてないね、書いてない、書いてないね、はい、じゃあ次、湯船で本を読む、これはね、あるあるですかね、雑誌とかね、もうよりよりになってもいいやつ、そうそうそう、次、シャワーヘッドを付け替えた、変えた、私変えたんだけど、外れなくて無理なんだ、あ、私逆で、付けようと思ったら、あ、そう、前のが外れなくて、うん、2年ぐらい放置してたので、なんかね、あの工具を使うと取れるらしくて、うん、ホームセンターに行って工具、こう外れないから、なんかなんていうやつだったかな、フライヤーじゃないし、なんかあったの、うん、それで賃貸だとなんか壊したら怖いから、そう、でも2年ぐらい経って、せっかくあの出しっぱなしになっていちいちこうやるの嫌じゃないですか、だからここのこれピッてやるだけで、ね、それ欲しいですよね、あれいいですね、あれ便利です、あれ便利、そうそう、あれ便利です、そう、え、それ出る時とか外してまた元のやつの賃貸とかだと、あの出る時はそうしようと思ってます、はい、やっぱりそうだよね、ちゃんとだから前のやつはちゃんと保管してあります、はい、あれ欲しい、しかもあの浄水機能ついてるやつ、うん、ありますね、それいろんなのがある、あなんか止めて元栓を閉め忘れてそのまま次の日迎えたらどうなっちゃうんでしょうね、あ、シャワーヘッド、でも大丈夫、大丈夫なんですかね、うん、うん、あのびっくりするだけ、自分が押したなって引っ張りきたみたいな、そうそう、あ、止めてなかったっていうぐらい破裂したりはしなかった、あ、そうですねはい、そして次、え、何これ、バスロマンよりバスクリーン派だ、そりゃもう忖度、そりゃもう、それは丸しますよ、そりゃもう代々決まってますから、むしろこだわりだろ、バスロマン見たことない、私それ大丈夫、それはそれで大丈夫、それはそれで大丈夫、バスロマンの好き、見てありましたね、細川言った、細川って言ったはい、次、谷間が一番あらやだ、湯船でおならをしない、我慢する、我慢する、うん、絶対そうはいかん、我慢する、いかん、溶け込んでしまうし、溶け込んで、そしてシャンプーが2種類以上ある、実家だとね、へえ、2種類ある、え、ちなみにある人、あ、はい、これトークしていいかな、え、うん、なぜゆえに、なぜゆえに。うん、使い分けです、どのような、暑い時はちょっとスーってするシャンプーつけたり、あ、夏場とかね、でそれ以外の時はなんかちょっといいやつ使ったりとか、あ、高いシャンプー使ってる人だ、あ、そうです、あ、前回ね、でも寝癖直なくて今日もずらきダメじゃん髪の毛硬いんですよ、あ、はい、そっか、え、他の方は、はい、はい、あの愛用してるラックスシリーズのダメージ、うん、リペア用と あとあの柔らかくする抑える用みたいな、同じメーカーさんブランドなんですけど、はい、違う やつを、それは髪の状態によって、それがね、それもあるんですけど、うん、はい、あのシャンプーとコンディショナーの減りが若干変わったりするじゃないですか、うん、そうですね、その減りのスピードと、あとドラッグストアの安い、あ、安いやつ、そういうやつね、金額とで、なんか今日はお得なのはこっちなんだけどなっていうので、うん、まあどっちも言っとけばまあいっかみたいな、そうですね、だから LINE がいいってことですよね、うん、なるほど、私もそう、同じ、まあ、似てるんだけど、はい、いただき物とかがあるでしょ、いろいろ用具材もそうなんですけど、はい、で自分が使ってるのがあって、はい、で減りの具合がやっぱスピードが違うじゃないですか、はい、チャットリースで、でそのなくなった時のなんていうの、はい、ストックじゃないけどつなぎ的な感じでそうそうそう、でもなんか今椿って出てるんですけど、椿とかも、椿とかひまわりとかそういうのも CM 見てパッて買ったりもします、あ、そっか、新しいのが出てると今あるけど使ってみようみたいな、贅沢だ、流行りに乗るタイプか、流行りに乗るタイプの、私もどっちかってそうかな、試したいタイプ、ありがとうございます、はい、それでは次、あと2つ、スノコがある、これスノコって床に引くやつですよね、そうそう、木のね、あれは分かるんだけど、
なぜ岩に使うの？あれですね、滑らない帽子。冷たい。タイルとか。実家はあったけどな。スノコじゃなくてなんかあのスポーチみたいな。ああ、バスマットあった。懐かしいね、バスマット。バスマットありましたね。ちっちゃい時バスマットで、大きくなったらスノコになってました。そっか、そう、親がやっぱり、まあね、もう OK みたいな、ね、今椅子使うかな、地べたですね、スマットがあればいい、はい、あ、次のが、はい、ラストです。フロイスガール、あ、スノコからの、そうですね、フロイスガール、どっちかあるってことかな、じゃあ、ね、あ、やだ、私どっちもなかった。あやさんありそうなのに、どっちもない。え、地べたに座るの？地べたです。あ、そう、はい、すごいね、いけたもんだから。洗い場の方の、はい、ない、大分とかも何もない、銭湯なんて、そうですよね、大体に地べたで、銭湯が銭湯多いですよね、地べた、キョトンツってないのみたいな。何座り、え、何座り、何座りだろう、お姉さん座りとかかな、あんまり考えたことない、お姉さん座り、地べた、すごい、なんかすごいしてる。どういうことみたいな。お姉さん座りってめっちゃ寒くないですか？でも片膝とか、うん、片膝とか、そうですね、片膝、これですよ、使ってんの。あれ、香った、あやさんの匂いがする。あ、その匂いがする。はい、そんなわけで皆さん書き終わりましたか？はい、はい、じゃあ、じゃじゃんと出していただきながら、はい、ビンゴした、何本ビンゴできましたか？本当だ、やばい、これ。そう、そう、ピーってやっていいよ、ピーちゃん。あれ、まだ、はい、いいように、あ、一人ずつ、一人ずつ、一人ずつ、はい、じゃあ、じゃ今度はうたちゃんからいきますか？いいですか、うん、あ、書いてた、ごめん。あ、3個目いっても、じゃあ行きますよ、私から。私すごいっすよ。おお、じゃじゃーん、じゃじゃーん、1個もしなかったビンゴ、これ間違えたんだよ、うん、そう、1個もしなかったわ。アップ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 、1個もしなかったね、ちょっと不女子感が出ちゃうけど、お風呂毎日、冬場とかちょっとだし入らない時も、時も、うん、1日2回入る時もあれば、その前の日 入らなかったりとか、うん、バランスが悪い、だって体調悪かったら入んないよね、うん、うん、そうです ね、 ね、そうそう、風邪ひいたりしたら入んないよね。で、30分以上お風呂、湯船張ったら絶対入るんですけど、シャワーの時は多分5分ぐらいで出ちゃう、おう、うん、スピーディー、はい、あと暑い方が好きではなかった、罰しました、うん、以上、以上、はい、だから1個もダメだった、そっか、はい、テレビかラジオがある、これないってことは、プラネタリウム、プラネタリウム、あ、そう、プラネタリウム。でもお風呂の中で、はい、あ、そうか、本を読むんですね、本を読むから、で、シャワーヘッド付け替えたいけど硬くて無理だった、はい、ごめんなさい、ちょっと正直もなんで、バスルマンよりバスクリームはい、いろいろ、いろいろ、はい、お、次、お、これはね、ぜひ言わせてください、私は本当にバスクリームを使いたいんですけど、お値段がちょっと、毎日使うものだと毎日気球にはなかなかちょっと、はい、売れたらめっちゃバスクリーン買うんで売れるまで、しかし売れるまで、はい、なんならバスロマンより安いやつ買っちゃうみたいな、そうね、バスロマンもまたちょっと贅沢かなみたいな、はい、ありがとうございます、はい、すいません、はい、続いて次は山入りちゃん、はい、3本です、すごい、3本、すごい、おー、優勝、これはこれは、もうだってうちほら代々、ツッコミどころ誰か見てください、うちもう代々バスクリーン派、うん、純天堂の頃からうちは愛用してますから、へえ、こっちか、ビンゴ、ビンゴ、3本、そして湯船でおならはする派で、嘘、本当しないに、あ、びっくりした、しないよ、しないよ、グッド我慢しますよ、あ、じゃあ4、まだしないと、しないと、じゃあ4ビンゴだ、4ビンゴだ、ね、する人我慢するし、本当にするんですよ、なんかプールすること、危ない、よかった、よかった、あ、4ビンゴ、ありがとう、すずちゃん、4ビンゴ、なんでこれを我慢するかっていうのが、はい、温泉で、はい、ブブブって、やばい、じゃあちょっと行こうか。時間がありました。はい、はい、聞きたいこといっぱいあるから、ね、はい、はい。そして、はい、私はビンゴ1本でした。あ、1本。はい。この辺ですね。
私と一緒。はい。台本はあれですね。台本ですよね。台本です。次、はい。爪切り一本です。あ、一本一本。でも今のところじゃ三本の山入りちゃん。四、はい、本ですね。ね、四本。四本。本はい、そして、うん、はい。私も三本です。すごいね。すごい。お。三本。そして、女子力高い。そして、あ、すごい。三本。さすが。三本。私も3本で。あ、ちょっと恥ずかしい。おや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 。山入りちゃんの4本。ありがとうございます。す大の家風呂好きは山入りちゃんでした。ありがとうございます。はい、ね、次は次のコーナー行きたいと思います。ここ一番大事なやつ。はい、次のコーナーは、はい、教えてバスクリーンさん。イエーイ。やったー。ちょっと話盛り上がっちゃって時間配分がごめんなさい。もうじゃんじゃん聞いてください。使うことじゃんじゃん、はい、あったメモメモメモ、え、メモ転売してきたこれ。このコーナーは調香師の、庄司さん、そして石川さんにいろいろ質問していくコーナーです。皆さん庄司さん石川さんにたくさん教えていただきましょう。というわけでですね、私じゃあちょっととりあえず聞きたいの、はい、自宅ではやっぱりバスクリーン、はい、はい、今日はそうですね。今日はそうですよね。そうですね。はい、あと匂いの訓練ってするんですか？それ気になる。します、します。どんな感じの？あ、匂いの訓練、はい、あの原料があるんですよ。香りの原料があって、はい、それを嗅いで、あの覚える、暗記する。うーん、あ、この匂いはこの匂い。そう、それがすごい気になるんですけど、うん、こう人の匂いとかも覚えちゃったりするんですか？あ、嗅覚、嗅覚はやっぱ人よりいいってことですか？うん、覚えてるか覚えてないかの違いだけで基本みんな同じなんですね。車の運転できるかできないかみたいな感じ、練習すればできる。できるんだ。やっぱり訓練次第ってことなんですね。そうそう、それをね、この香りは何だっていうのを言葉と紐付けするんですよ。それができないと、あの、突破、はい、ソムリエさんみたいな感じですね。そうそうそう、ワインとか。あ、ワインと、そうそうそう。ちなみに体調が悪いと、うん、ほら嗅覚ってそういう場合はお仕事しないとか、そういう感じ。鼻詰まっちゃったり、花粉症だから無理みたいな。意外とできるんです。そこはあの料理人の方とね、はい、あの一緒だってよく説明するんですけど、あの作る時ってこう意外とね、僕イメージ中華料理のこう、はい、作る時なんか適当にやってるじゃないですか。あんな感じで意外と作れるんですよ。で、確認するところは鼻がダメだとできないんですけど、意外と後で、あ、次の日やろうとかね、そんなのもできるんで。マミキンさんの匂いはどんな匂いですか？わかります。私何を嗅いでいただいて、嗅いでいただいて、どれに当てはまりますか？嗅いで表現して、嗅いで表現して、大丈夫ですか？後で怒られる、後で NG 時は NG 時で、でも飲み屋みたいな。会社から怒られた。会社 NG。 会社 NG。 いや、家族から怒られた。あ、そう、家にいるつもりでも何をしてくれてんだっつって怒られた。あと、ちなみに森の香りってよくあるじゃないですか、はい、あれは、うん、何が入って森の香りの木とか入ってるんですか？木とか草とかが入ってる。木の香りもね、あの天然水のエッセンシャルオイルっていうのがあって、はい、それをこう使って入れたりして、はい、あとはそういう香りの成分でいろんなこう木の匂いのパーツみたいなのがあるんですよね、はい、あと緑のこう葉っぱのようなパーツがあって、それをこう合わせて香りを作るんで、なんかヒノキの香りはよくあるじゃないですか、はい、ありますね。ああいうのでいろんなパターンが、そうです、いろんなパターンがあって、でそのヒノキの中の何ですかね、あの柑橘系みたいなところもあるんですよね。かわいい、うん、もっと細かいんだ。か、うん、よくあのアルファピネンとかいいじゃないですか。言わないですね。あの、私も聞いたもんね。初めて聞いた。あれよく言わない。初めて聞いたぐらい。マイナスイオンとかね。あんな系のやつがそういうあのピネって。出ちゃったね。そんなのいたすと意外と柑橘系な雰囲気もちょっとあって、いたすと意外と合うんですよ。まあコメントで鼻うがいとかしてるんですかって。鼻うがいはねしないんですけど、鼻逆か、逆鼻うがいみたいな感じな。何、え、何逆？口から入れて鼻から出す。鼻から入れるじゃないですか、あれって。本当に逆、口からうがいするのに鼻まで出さないんですけど、出す手前ぐらいまでなんかねやると。どうやってやるんですか？それはなかなか痛くない、なんか説明しづらいです、ね、すっごい気になる。エスク用の椅子で体液と鼻水と同じ成分にしたら痛くないって言いません？あ、そうそうそう、ちょっと塩入れると。あ、そうなんだ。あとはあれです、あのプールで溺れたことあります？あります。痛い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 。あ、で口中入ってなんか鼻に抜ける瞬間ぐらいのイメージで止めて戻すみたいな。あんまり綺麗な鼻じゃないんですけど、それでやるとあの風邪ひきとかね、意外とやってるわ。いけます、ね、るんだ。鼻から言うと結構痛いんで、鼻がちょっとダメになっちゃうと仕事にならないんで、すごい。後でちょっとじっくりやり方めっちゃ興味ある。面白い、はい、
でこう新しい商品いろいろ出すじゃないですか、はい、それってそういう、うん、今度はこういう香りにしようとかっていうのはどこでこう、はい、ひらめくというか、あ、うん、そうですね、うん、マーケティング企画の、ね、本社の企画があるんで、はい、話でこんな感じっていうイメージが来ると、うん、それにイメージに合わせて、で入浴剤っていうのが面白くて、はい、さっきシャンプーの話だったじゃないですか、うん、自分専用ってできるんですよね、はい、シャンプーって、うん、入浴剤って自分専用 ね、そう、あの監視マンの方だとね、できるんですけど、家族がいるとできないんですよ、ね、そうするとあのみんなに好かれる香りっていうのは意外と、ね、難しい、あ、そうか、そうですね、なるほど、で好かれる香りでかついろんなバリエーションを出さなきゃいけないっていうのがもっと難しくて、はい、香水なんかねこんな変な匂いだけど、うん、私が好きで、うん、あの他の人は嫌いでもいいっていうものはいけるんですけど、入浴剤はそれだと売れなくて、はい、みんなが好きなんだけどでもちょっと変えなきゃいけないねっていうので、うん、そこが難しいですね、難しいですね、一個聞いてもいいですか、はい、なんかこう流行りの香りとか、はい、香りにも流行りとかあるんですか、流行りありますね、あるんですね、はい、この季節はこっちの香りがいいとか、そうですね、入浴剤に言うとあの鉄板のやつは、ね、柑橘系なんですよ、まあ、柚子最高ですね、柚子とか柑橘系を作っておけば大体こう好かれるっていう、であと柑橘系だけどちょっとグレープフルーツに行ったりとかレモンに行ったりとか、なんかその辺はあの季節でね、夏場とレモンとかグレープフルーツがいいんですけど、冬場はやっぱり柚子とか温まるイメージの香りにしないといけない、なんか季節によってもありそうですよね、そういうの、例えば今の時期だと桜の香りだとか、あ、いいですね、夏は森林、秋はなんか紅葉にも香りってあるんですけど、そういうのはあんまり聞かないですけど、いやでもね、あのもみじの香りをやろうとかね、やったことあるんですけどなかなか難しくて、難しいですよね、香りがなくて、もみじの香り、さっきの景色を切り抜いて香りするっていうのが、ね、すごいいいですよね、あのもういいですか、はい、じゃあラスト、よくお出汁とかだと、うん、その香水軟水で味が変わるじゃないですか、はいはい、入浴剤も変わっちゃったりするんですか、変わりますね、それでなんか例えば東日本西日本で実は成分変えてるとかあるんですか、成分は変えてはいないですね、あ、変えてない、なん、まあ、あの東と西と最近はあの東で売るとは徐々に西に行くっていうようなうちのパターンはそんな感じですけど、あ、販売地域がちょっと違う、そうですね、地域によってちょっとあの売れるものは若干違うぐらいですけど、基本的にはもう一緒ですね、日本は結構水がいいので、まあ、香りだったり香り立ちだったりっていうのも非常に良かったり、あと感触が良かったりとか、そうで、あとあの、やっぱり塩素とかもやっぱり水道水の中に入ってるんで、入浴剤の中にはあのその塩素を取るために、うちなんかで言うと、はい、まあ、裏技的によく使われてる、はい、味の素さんとかね、え、味の素って言うと旨味成分、はいはいはい、でグルタミン酸とか入れてるんで、そうすると、それ入ってるんですか、そうするとあの塩素とグルタミン酸くっつくと、はい、クロラミンって一応物質に変わっちゃうんで、うわー、すごい、いやー、すごい楽しい、いろんなお話を、あの、ね、ごめんなさい、もうね時間が、あ、何時間、まだ時間がないけど、またぜひちょっとね聞きたいのでね、また行きたい、次回も来ていただきたいと思います、すいません、バタバタに最後足りないです、時間が足りないです、はい、ありがとうございました、というわけでエンディングになります、はい、皆さん、あの感想も聞きたいんですけど、あのね、どうぞ告知をしたい方は先に、はい、あ、じゃあ私からやります、はいはい、実は4月7日にコスミーツっていうコスプレイヤー1日限定飲食イベントに出演いたします、もしよかったら会いに来てください、ドリンク1杯だけでも大丈夫です、チャージ料金とドリンクなどでもですね大丈夫ですし、はい、あとはあの歌のリクエストなどもできます、一緒にデュエットもできます、ぜひ来てください、よろしくお願いします、感想も聞いてられないのかな。じゃあ最後に一言、あの、はい、バスクインさんの今一押しの、そう、一押しの商品は何ですか。何ですか。はい、やっぱり気球をね。気球、気球、今晩は気球で、はい、皆さん、はい、気球に入って寝ますよ。体の掃除です、ね。はい、お風呂に入りましょう。